テナーサックス奏者ジョン・コルトレーンは一時期マイルスの音楽にすごく貢献しているんですよね。まあ有名なところだと1956年のプレスティッチに吹き込んだマラソンセッションの4枚クッキンリラクシンワーキンスティーミンだったりとかね。で、その後1959年のカインドオブブルーも歴史的大名番ですよね。それにも参加していますので非常にマイルスの音楽コンセプトの実現に貢献したテナーサックス奏者といっても良いでしょう。 しかしマイルスは一度このコルトレーンのことをクビにしてるんですよね。理由は麻薬なんですよ。薬虫治らなかったと。でマイルスの自伝とか読みますとですねなんかフィリー・ジョー・ジョーンズも同じ薬虫仲間だったみたいなんですけどドラマーのね。フィリー・ジョーの場合は割と陽気な薬 ジャンキーだったみたいですね。もうラリルともう女のケツ追いかけ回してばっかりいたみたいなこと書いてるんですけど、真面目なコルトレーンはもうラリってしまうと、ステージでボーっと立ってて、もヨレヨレのスーツ、身だしなみがだらしない感じでボーっと立っていて、鼻くそほじくったりとかしてたらしいんですよね。<laughs> で、それを見かねたマイルスは一回ですね、首にしてるんですよ。で、その時の様子を、 あの詳しく書かれている本がありますこれはマイルスが語った内容をあのクインシートループという人がうまくまとめてでそれをあの元スイングジャーナルの編集長だった中山康樹さんが翻訳した本があってね「マイルス・デイビス自助伝」ジジョデンっていう本があるんですけれどもそこにはこんなことが書かれてますよ「1956年の10月にプレスティッチに最後のレコーディングをした後カフェ・ボヘミアに戻ったんだが」 その時、コルトレーンとの間にたくさんの問題が起きてしまった。原因は薬だった。薬でやつれて大酒を飲んでいるトレーンのひどいやりさまを見るのは本当に嫌だった。ステージにも遅れて演奏中にうつらうつらすることもあった。あまりに腹が立ったから、ある晩楽屋で奴の頭をひっぱたき、腹に一発パンチをかましてやった。ちょうどそこに挨拶しに来たセロニアスモンクがいて、トレーンを殴ったところを乱れてしまった。 トレーンは赤ん坊みたいにじっと座ったまま何もしないで、あ、何もしなかった。で、文句が怒っていった。おい、あれだけのサックスを吹ける奴がそんな目に遭う必要なんかないんだぞ。いつだって俺のバンドに来て吹けばいい。マイルス、お前そんな風に八つ当たりするもんじゃないぞ。ということで、その殴った現場を文句に目撃されてしまったわけですね、マイルスは。それで、 呆然としているトレーンを、俺のところに来いよって誘ったんですね。それで、クビになったところトレーンは、一、まあ、回故郷のフィラデルフィアに戻ったみたいなんですけれども、でそこでマイルスこう書いてますね。あの、やつを追い出すなんて悲しかったが、全くどうしようもなかったって、本当は追い出したくなかったんですよ。でも仕方なしに、もバンドリーダーとしてのけじめみたいな感じでクビにしちゃったんですよね。そして、 一回、あの、薬を断つために故郷に戻って、で、戻ってきた場所は、やはり俺のところに来いと言ったセロニアスモンクのところでした。そしてセロニアスモンクのところで修行したわけですよ。それで、一躍音楽的な成長をさらに遂げたわけですね。じゃあ、コルトレーンとモンクはどのように過ごしていたのでしょうか となると、なるこれもあのジャズ・ホットっていう本がありましてジャズマンのインタビュー集でコルトレーンが語っていたところをちょっと読んでみましょうかね。文句がピアノでちょっとしたフレーズを叩いてここの音はこうだと説明してくれたり文句のレコードを聞いたりして一晩中眠らずに過ごしたこともあった。 もうつまり、コルトレン真面目ですからね、もう、先生先生、師匠、これどうなんですかってずっと一晩中、あの、セロニアス文句に音楽的な質問をして、で、粘り強く文句はそれに答えてくれたみたいなんですね。もう一つのインタビューがありますね。えー、これはですね、JC トーマスのコルトレンの生涯っていう本なんですけれどもね、モ、えー、文句と一緒に仕事をしたことによって、私は最高の音楽芸術を知ることができた。 彼からは感覚面で、理論面で、そしてテクニックの面でも多くのものを学んだ。私は音楽上の問題について文句によく尋ねたが、彼はピアノを弾いてその回答を示してくれた。私の演奏に完全な自由を与えてくれたのも文句であって、それ以前に誰もそうした自由は与えてくれなかった。とコルトレーンはインタビューで語っているんですね。だからいかに文句という存在が、 コルトレーンにとってのもう本当に大事な存在だったんですね。師匠であり、さらに音楽的な成長を遂げるための触媒であり、さらにあのバンドで演奏することによってキャリアも積みとね、で、後年発見されたね、カーネギーホールの演奏だったりとか、録音がね、ずっと幻の テープがあるはずだって言われていたのが発掘されて CD 化されてますけどね。それとか、あの、ファイブスポットのコンプリート版、ファイブスポットでのライブのコンプリート版が出ていたりとかして、もう、もうブロブロ吹きまくるエキサイティングなコルトレーンの音を聴くことができますけどね。あと、オフィシャルには、モンクウィズコルトレーンだったりとか、あと、モンクスミュージックにもコルトレーン参加してますよね。で、こうやってモンクと共演することによって、さらに成長を遂げたわけですよ。 で、今度はまたマイルス、コルトレーンを呼び戻すわけですよ。その時キャノンボールアダレーも新しい作奏者として入れたりとかしてね。それであの新しい新規一転したバンドでレコーディングしたりライブしたりして、それで1959年にあの名盤、カインドブグルを吹き込むわけですね。で、その後は、まあ、ライブとかにも参加、マ,ルマイルスの ライブにもこうサイドマンとして参加もしたりするんですけどいよいよ独立したいなと思ってそれでまあマイルスは本当はコルトレーン手元に置いておきたかったんですけどでもまあ仕方なく独立を認めたっていう感じの流れでその後のコルトレーンの躍進ぶりはまあ押して知るべしっていうかねもうジャズ賞を紐解けば歴史を紐解けばね目まぐるしい凄まじい勢いで 変化を遂げていきますよね、コルトレーンはね。しかし、その変化を遂げていく、変化し続けた生涯、も成長に成長し続けようと努力に努力を重ね続けたコルトレーンも、この文句という出会いがなければ、そこまで到達できたのだろうか、ということがありますよね。で、さらに、文句に拾われなければ、つまり文句に拾われるためには、こう、マイルスが <laughs>、コルトレーンのことを殴ったところを目撃されなければ、 もしかしたら俺のところに来いよってなんなかったかもしれないってことを考えると、まあ面白いですよね。マイルスに殴られてね、コルトレーンはめちゃくちゃ落ち込んだとは思いますけれども、でも本当に人間万事採用が馬というのでしょうか。一時期はこうね、あの敬愛する親分マイルスから首渡されたけれども、それがかえって麻薬を断つきっかけにもなりましたし、で、セロニアス文句というね、 もう一人の師匠に出会えたことによって音楽的な成長を遂げることもできたので、もう本当は人生何が災いし、何が幸いするかわからないなとっていうエピソードだと思いますね。まあそういうことで、まあコルトレーンはね、マイルスに殴られたんですよ。かわいそうにと思いますけど。<laughs> でも、まあ身長の低いマイルス、よくあんなでかいコルトレーン殴った。まあボクシングやってましたからね、マイルスもね。まああと親分には逆らえなかったっていうのもあるんでしょうけれどもね。 まあそういうことをしながらまあジャズマンは日々成長を遂げていくって感じだったんでしょうね。まあ、そういうわけでコルトレーンとね文句の共演版をお持ちの方はこういうエピソードを頭に浮かべながらまた聞き返してみるとまた聞こえ方が変わってくるかもしれませんよということでした。ということで最後までお聴きくださいましてありがとうございました。